GMN テレビをご覧の皆様、こんにちは。日本大使の杵渕です。この度 GMN テレビが4周年を迎えるにあたり、心からお祝いを申し上げます。日本は東ティモールが独立回復をする以前より長きにわたり、この国の国家建設と発展のために多大な貢献をしてまいりましたが、来年は国交樹立20周年を迎えることになりました。東ティモールは現在コロナ、大洪水と多大な困難を抱えておりますが、この皆様がこの困難を打ち勝って、発展の道に着くということに確信しております。日本も長年にわたり、長い歴史の中で大きな困難を克服して国づくりを進めてまいりました。東ティモールと日本は多くの類似点があり、共通点があります。日本の経験や実績を鑑みると、この国にも大きな可能性があると信じております。そして日本はこの国の国づくり、そして人々の生活の向上に向けて、引き続きできるだけの協力をしていくことをここにお約束をいたします。 GMN テレビは日本のコンテンツも多く放送をしていただいており、両国の架け橋となってまいりました。今後もこのような役割をますます果たしていただけるようにお願いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。